こんばんは。では今からささみ味噌カツを作っていきたいと思います。本当はささみ味噌カツ丼をやる予定でしたが、ご飯がありませんでしたので、急遽ささみ味噌カツを焼くことにします。ではやっていきます。つけて味噌ですね。最高。